今回の動画は総称3新霊長後継戦アーキタイプインセプションが発表されたので、その前に知っておいてほしいアーキタイプとその同族であるアルテミット1について解説していきます。ここら辺は設定しか出ていない情報なども多いので、予習しておくと総称3をより楽しめるかもしれません。それでは本編スタート。アルテミット1。まずはアルテミット1の初出である鋼の大地での扱いについてお話しして、それを前提としてアルテミット1の詳細をお話ししていこうと思います。鋼の大地について、現在わかっている中で、片付き世界における最も未来のお話を描いた世界。それが、鋼の大地オーバーカウント1999です。アルテミット1という概念が登場したのはこの作品が初であり、未来のお話でありながら片付き世界の原点の一つとも言えるような、そんな作品です。片付き世界は最終的に鋼の大地に行き着くからこそ、これが原点たりうるという考え方もあるかもしれません。鋼の大地の世界観。まず大前提として、鋼の大地にはガイア理論、地球を一つの生命体として捉える考え方が採用されており、地球を含めた様々な惑星が何かしらの意思を持ち、生命活動を行っています。また、この世界における地球上の生命は地球という生命体によって生み出された存在であり、運命を共にして叱るべき、というのが地球さんの考え方となっております。後続の片付き世界でも同様の理論が根付いており、地球、世界などの概念的な存在にも何らかの意思が存在していますね。鋼の大地では地球がすでに死んでおり、あとは生命活動を終えた星の残骸が残るだけ。のはずが、なぜか地球上の生命はしぶとく生き残っており、息も絶え絶えながらなんとか生活を営んでいます。しかしこれに対して地球さんは、なんで自分が死んでいるのにまだこいつらは生きているんだ?と不快感を感じており、地球さんは同じ太陽系にある星々に対して SOS を発信。地球上の生命を根絶やしにしてほしいと依頼しました。というのがこの世界の骨格部分です。アルテミット、1とは、アルテミット、1とは、乱暴な言い方をすると、その星最強の個体、を表す単語です。実際に片付き作品に登場するアルテミット、1は桁違いの戦闘能力を保有しており、単体でその星を殲滅するだけの力があります。ではなぜそんなものが存在しているのか、という話ですが、そのあたりは特に語られていません。単に惑星が持つ最高戦力がいることだけがわかっています。このアルテミット、1は太陽系にある惑星、いわゆる水金地火木土天海冥、プラス月、にそれぞれ1体ずつ存在しており、方法は不明ですが、惑星間にある何らかの連絡網的な何かによって協力関係にあるようです。以上のことから、例えば誰かからアルテミット、1って何?と聞かれたら、太陽系に存在する惑星それぞれにいる、その星で最強の何か、であると答えるのが無難かなと思います。水金地火木土天海冥、プラス月、に関する補足。わかりづらい表現があったと思うので補足させていただきます。水金地火木土天海冥、プラス月、と表現させていただきましたが、カッコ月は何なのか、というお話。まず地球に関して。端的に申し上げて、設定上地球にアルテミット、1は存在していないはずです。おや?と思う方もおられると思いますけれど、後ほど回収するので一旦このまま行かせていただきます。次に冥王星について。片付き世界が生まれた時点で、冥王星は惑星と定義されていたのですが、現実世界における2006年の時点で、学術的見地から準惑星へとランクダウンしています。その理由については惑星の要件を満たさなくなったからとのこと。ナスキノコ先生であればそれくらい何とでもしそうではありますが、今後冥王星のアルテミット、1が登場するにしてもしないにしても、何らかの影響は受けそうです。そして、プラス月についてですが、惑星ごとの最強、がアルテミット、1の定義、のはず、なので、惑星ではなく衛星である月は、例外的な位置を占めている、と思います。これに関しては現在知られている定義自体が間違い、もしくは抜けがある可能性があるので、確証は持てませんね。アリストテレス。先ほども申し上げた通り、SOS を受信した惑星たちは地球さんからの依頼を受諾し、地球上の生命を根絶やしにするべく惑星ごとの最高戦力を投入。
その最高戦力こそが、アルテミット、1、と呼ばれる存在であり、鋼の大地に限って言えば、アリストテレス、と呼ばれる地球に生き残った生命すべての敵です。アルティメット、1、イコールアリストテレス。それぞれがタイプ、〇〇、惑星の英名、という呼称で呼ばれています。アリストテレスごとに様々な形態、能力を持っており、星の生命を殲滅できるというだけあって、英霊や神霊みたいな頂上の存在すら遥かに超越したような、ワールドエンドなパワーを持っています。アーキタイプ。まずは、アーキタイプ、という単語そのものについて。片付きでは今のところ人間に対して直接的な自衛手段を持たない星が、人間を律するために生み出した星の頭脳体、星の触覚、と言われています。現実では、アーキタイプ、とは心理学用語で、日本語だと、原型、と訳されます。ではこれがどういう意味で使われる用語なのかというお話ですが、ざっくり言うと、人類すべてに共通する心の動きをパターン化したもの、だそうです。このパターンには、グレートマザー、シャドウ、ペルソナ、アニマ、アニムス、トリックスター、の5つがあり、国や年齢、性別などが違う全くの別人であっても、これらいずれかのパターンに当てはまるというものです。より簡単に言うのであれば、後天的な常識に左右されない、人間という生物に共通する感覚、でしょうかね。果たしてこの話が必要か、と疑問に思われるかもしれないです。ただ、このアーキタイプに関して調べているうちに気づいたんです。これ仏教の荒屋敷に似てないか、と。かなり端折っているので非常にわかりにくいとは思うのですが、心理学におけるアーキタイプと、仏教における荒屋敷には共通する点がいくつかあるようです。例えば、このアーキタイプについて研究された論の中では、集合的無意識、普遍的無意識、という言葉が出てきます。これはこの意識、無意識とは関係なく、なんなら人間という種にも限らない、誰もが共通して抱える無意識ということです。仏教における荒屋敷もこれに近いもので、一切を生み出す可能力を有した根本の心、だと言われています。片付き的にアーキタイプと荒屋敷が同じか、似通ったものなのだとしたら、新しい何かが発見できるような気もします。ここで片付きに話を戻しましょう。片付きでは荒屋敷を普遍的無意識と定義し、そこから荒屋、と呼ばれる人類側の抑止力が生じています。これに対して星が持つガイアの抑止力というものがあります。荒屋は人類が共通して持つ意識で、根源的な意志として人類の時代を終わらせたくないと願っており、人類全体に波及するような災害、人災含む、などが起こると守護者を呼び出したり、現状から見てあまりにも大きすぎる発展をもたらすような事象、例えば根源への到達が発生しそうになったりしても妨害を行ってきます。また話がそれましたが、つまり何が言いたいのかというと、片付きにおけるアーキタイプという単語は、星側の抑止力と言い換えてもいいのではないかと、そう思うんです。その最たる例であるアーキタイプ、アースについては後ほどお話しするとして、それらを絡めて考えると、アルテミット、1、アリストテレス、とは、要は惑星ごとの抑止力なんじゃないか、ということを思いついてしまった次第です。だからなんだという話ですけれど、星の触覚たる彼女はやはりガイアの抑止力そのものということになるのでは、などと想像が膨らみます。星の触覚、頭脳体、は地球の免疫機能のようなものだと設定されており、そのあり方は免疫機構より一段階上、地球の分身と言って差し支えないようです。地球の分身ということもあり地球から無限にバックアップを受けることが可能です。無限のバックアップとは言っていますが、アルクエイドは活動する際、その出力は常に相手より一段階上にしかなりません。それは肉体という出力装置の保護でもあり、地球的にエネルギーの無駄遣いを防ぐためだそうです。また、アーキタイプ、イコール抑止力、イコールアルテミット、ワンのような等式が成り立つなら、アリストテレスに関する見方も少し変わるような、そんな気もします。タイプ、〇〇という呼称も、アーキ、タイプということなのかもしれませんね。世界観的には地球の生命にとっての敵でしかない存在ですけれど、惑星レベルで考えると救世主のような立ち位置じゃないでしょうか。タイプムーン。月のアルテミット、1。鋼の大地では終盤になって魔剣、リアルオブザワールドを持って現れる隠しボスです。隠しボスというだけあって、鋼の大地における立ち位置などについては不明点も多く、
月姫などで語られる赤い月と同一個体なのかも謎です。なので、鋼の大地におけるタイプムーンではなく、月姫などのタイプムーン、赤い月のブリュンスタッドについてお話ししていこうと思います。タイプムーン、赤い月のブリュンスタッド。地球の生物ではなく、月の系統樹最強の生命体であるアルテミット1。月にどんな系統樹があるのかは謎。もしかしてムーンセルと関係あったり、もしそうだとしたら総称3って。人類の存在に不安を感じた地球の声を聞きつけて地球にやってきた存在、と見せかけて、何もなくなった月を見捨て、美しい世界、地球、を手に入れようと画策しています。しかし地球由来ではない地震はガイア、あるいはアラヤの抑止力によって消されてしまうことも察しており、抑止力の裏を書くために真相を生み出しました。真相とは、元来地球が望んだ人類にこうするための精霊であり、そのモデルとしてタイプ、ムーンが使われています。このタイプ、ムーンがモデルになっているという部分に抜け穴があり、すべての真相はタイプ、ムーンを受け入れるための器、つまり地球由来の代替ボディとしての機能が付与されているのです。タイプ、ムーンは地震を受け入れるに足る真相が生まれる時を虎視眈々と狙っていました。しかし生まれてくるのは劣化品ばかりで、なかなかうまくはいきません。そのため、タイプ、ムーンは使徒27層を結成するなど、多角的なアプローチで地震の後継を生み出すべく頑張っており、その過程の中で西暦300年頃、当時の騎手やゼルレッチ、シュバインオーグに、お前気に入らんわ、と喧嘩を売られ、あえなく敗北。タイプ、ムーンは消滅してしまいました。しかしタイプ、ムーンが撒いた種は今更ながら芽吹きます。つまり器足りうる真祖が生まれたのです。それがアルクエイド、ブリュンスタッドです。この時すでにタイプ、ムーンを敵として認識していた真祖たちが彼の復活を望むことはなく、アルクエイドがタイプ、ムーンの再来とならないように、真祖の姫として扱いつつも、仕事を終えれば次の仕事まで眠らせるという扱いを続けることになります。アルクエイドがアルクエイドである以上、タイプ、ムーンの復活はあり得るという伏線が残されているわけですね。アーキタイプ、アース。今回この動画を作ろうと思った動機そのもの、アーキタイプ、アースについて、ここまで色々と話してきたのは、ここに至るための事前知識の確認ということです。なぜアーキタイプ、アースについて話そうかと思ったかと言いますと、もちろん、先日発表があった FGO の最新情報、総称3、新霊長後継戦、アーキタイプ、インセクション、があるからですね。FGO でアーキタイプと聞けば、アーキタイプ、アースが思い浮かんでしまうのは仕方がないことでしょう。PV にも出てましたし。ちなみに、インセクションとは始まりという意味。アルテミット1を、原初の1、と書きますし、そのあたりの話になるのかなぁ、などと思っております。FGO のアルクエイド。FGO のアルクエイドは、アーキタイプ、アース、という名称になっており、今のところちょっとどういうことなのかは判然としません。サイリン第2段階に関して言えば、月姫リメイクの、どのルートかはわからないが、3年後の姿とのことですが、第1、第3に関しては全く未知のアルクエイドです。素直に受け取るのであれば、FGO の世界での彼女が地球のアルテミット1として完成している、ということになるような気がしないでもありませんが、ナスキノコ先生のコメントによると、アルクエイドとしてではなく、地球の頭脳体であるアーキタイプ、アースを名乗るサーバント、とのことなので、アーキタイプとは、心理学用語のそれとまんま同一の意味と考えていいのかもしれませんね。ちなみにですが、アルクエイドはアルテミット、1となる要件を満たしていません。実力の面では十分ですけれど、一番重要な部分が欠けているのです。つまり、彼女はただ一人の頂点ではないんですよね。同規模の天体をなすものであるアルトルージュとの決着をつけるまで、彼女が、ワン、と呼ばれることはないと、明言されています。これらのことから、アーキタイプとアルテミット、ワンの関係は、力量的には同等なのであろうことが察せられます。あとはその星で最強の子であるか否かという違いなのでしょう。その辺の詳細は総称3に期待ですね。アーキタイプ、アース、サイリン第1段階。本来そうあるべき姿、の未来、と言われる状態。人間らしい、感情を見せない無慈悲な真祖の王族。姫というよりも上然とした態度、口調で、無礼者には容赦がありません。人間の文化を愚かしい、浅ましいと冷めた目で見ているものの、
別に嫌っているわけではなく、否定しているわけでもありません。あれはあれで見応えがある。喜劇も極まれば、時に美しいものよ、とのこと。何千年間変化に乏しかったため、新しい刺激に弱く、多分面白いものに対面するとコロッといきます。不機嫌そう、かつ無慈悲そうに見えて、予想外の偶然が起きる時を楽しみにしています。要は自分を殺したメガネ君に出会わなかった未来の姿ということなのでしょう。彼にバラバラにされなかったアルクエイドは、いつもの仕事と同じようにロアを処し、普通に帰って普通に眠りにつき、今まで通りの生活を続けた結果、こういう感じに仕上がってしまったと。まだまだ楽しいハプニングに飢えているようなので、彼女をバラバラにしてあげると恋愛フラグが立ちそうです。我こそはと思う方は一度挑戦するのもいいでしょう。アーキタイプ、アース、サイリン第3段階。概要。もし間違いを犯さなかったら、なっていたかもしれない過去。霊気第1の姿より年若く、まだ外界を知らない真祖のお姫様。このアルクエイドが犯さなかったという間違いは、おそらくたった一度の吸血のことでしょう。ロアにはめられたアルクエイドは、ロアから吸血し、彼を人にしてしまいました。この事件がきっかけで真祖がほぼ全滅してしまう事態にまで発展してしまいます。これが起こらなかったとすると、他の真祖たちから崇められるお姫様として大成するんでしょうね。人間らしい感情は乏しいものの、その目は確実に芽生えている、とも言われていますし、周りにいたであろう神祖たちは彼女を眠らせ続けたりもしなかったのでしょう。神祖の王族として無礼なものには毅然とした態度を取るみたいですが、それは別に攻撃的というわけではなく、身分相応の対応。今後の一生を左右するトラブルにも合わず、その結果やはりメガネ君にも出会わないお姫様。ちょっと寂しい感じもしますが、彼女にとっては一番ハッピーな状態なのかもしれません。キノコ氏はこの第三サイリンのアーキタイプ、アースが FGO なりの解釈が加えられた存在であると言っているので、総称3の PV で登場した彼女はこの状態だと思われます。なのでこの状態のアーキタイプアースの能力について少し説明させていただきます。能力。あらゆる面において高スペックを誇るシンプルイズベスト。人間が吸血鬼になった人とは違い、真祖は生まれた時点でその能力が決定しています。血を吸うことによって能力を向上させる、ということはない。このアーキタイプ、アースの能力は神がかり的な真祖の中でもトップクラスで、生半可な吸血鬼では勝ち目はありません。しかし、そんな彼女でも真祖である以上、血への欲求を抑えられないとされ、彼女は強大な能力を保有するものの、その能力は自らの吸血衝動の封印に使用されています。能力の7割を自分を縛るために使っている。相手に合わせての性能向上のほか、魔眼による対象への精神介入、マーブルファンタズムによる世界の再構築を得意とします。その他に、彼女にとって当然の身体機能として太陽光の向こうと身体の復元能力が備わっているだけでなく、片月世界最高峰とされる、虹、の魅了の魔眼を所持しており、強い行動制限をかけるだけでなく、短時間習いのままに操ることができます。後語り。はい。ということでアルテミット、ワンやアーキタイプ、アースに関わる話題でした。正直な話、私自身が持つ解像度が低い部分も多々あったので、話をまとめるのに難儀いたしました。なんせまあ鋼の大地とか1999年の同人誌に掲載されている作品ですし、本編が公開されるような話も特に聞きません。鋼の大地？何それ？な方も少なからずおられるんじゃないでしょうか。もしも知らなかったという方は、そういう作品が遥かなる過去に存在していて、現在でも部分的に継承されているとだけご理解いただければ幸いです。それはそうとして総称3ですよ。ただのゲスト参戦かと思われたアルクエイドの話題が盛り込まれているとすると、月姫世界との絡み具合も気になってくるところです。月姫2を絶望するファンの武勇を慰めてくれると大変ありがたいのですが、